テーマは原発活用の是非を含めたエネルギー政策についてです。この政策は争点になるかどうかというふうな議論も内外ではあるようですけれども、私どもはこの問題についてそれぞれの考えをいただきたいと思っています。これは舛添さんからいきます。はい、私はずっと昔から国際政治の立場から原子力発電というのを見てきました。いろんな IAEA の規制含めて研究もしてきましたし、現に福島とか福井とか発電の現場も見てきました。ただやっぱり東日本大震災、とりわけ福島の大事故、この後やっぱりちょっと私は考え変えた方がいいんじゃないかな、というかもうあの惨状を見るとこれはやっぱり長期的には原発を依存する体制から脱却しないといけないというふうに思っております。ただじゃあ具体的に何十年どういう工程をするかで、まあ感覚としては感じですよ、3、40年って感覚でしょうけども、その間にいろんなことが起こり得ます。例えばシェールガスの革命とか、今油を生み出すような藻があります。こういうことでぐっとそのエネルギー事情が変われば、それは早く原発依存体制を作れる。ただ忘れてならないのは、東京は日本一の電力消費地、消費者なんですね。だから生産地の方々どう思ってるでしょう。本当に私は新潟福島の皆さん方に都民としてはありがとうございますということを言いたいのは、これもずっと 3.11 より前に言ってたんですけど、我々はそういう地域に向けて足向けて寝ちゃダメだと。やっぱり私たちが何ができるんだ、今全体のエネルギーのうちの東京都民はたった 6% しか再生可能なエネルギーを作ってません。これを20まで上げる、そうすると差額の 14% 分原発依存を減らすことができるわけです。そして先ほど申し上げたように、例えば晴海の選手村は東京都民が作った、そういうエネルギーできちんとやってみようということをやってみて、私たちもこのエネルギー問題に熱心に参画してるんだと、そういう姿勢で真剣にこの問題を議論したいと思っております。はい、細川さんお願いします。原発は都知事選挙の争点じゃないと言われる方があるんですけども、私はそれは違うと思います。この間の事故の原発の事故の後もですね、東京のかなりの範囲で水が止まったり電気が止まったり、外国人の方々も皆さんここに逃げ帰られました。それはまさにこれは都政の問題だと思います。一旦大きな事故が起こったら、これはもう壊滅的な事態になるわけですから、都知事の第一の任務というのは都民の命と暮らしを守るということなんだから、原発の問題こそどうするかという問題こそ、これは今度の選挙の、私はもちろん他の、赤ちゃんからお年寄りまでの問題というものも重要なテーマとして、しっかりやっていかなきゃなりませんが、何といっても原発は命の問題だから、お金に換えられない命の問題ですから、最優先でこれは考えなければならないテーマだと思います。だから、東京は、東電の、東京都は東電の株主でもありますから、これを自然エネルギーに切り替えていく、今ヨーロッパでもいろいろな国が、自然エネルギーに切り替えて、再生可能エネルギー、あるいは分散型エネルギーでもって、成長を進めているところですから、この原発ゼロの状態を続けて、そこを明確にして、そのこれからの成長産業である自然エネルギーに切り替えていったら、日本は非常にこれから飛躍的に発展をしていける、そのように確信をしております。はい、では宇都宮さん。はい、原発は安い、コストが安いとよく言われますけど、原発のコストは一旦事故が起こったらその被害の損害賠償まで入れないとおかしいと思います。今福島の人は現状回復がなされておりません。ふるさとを失って家族がバラバラになって、かつ仕事も失う、そういう保証すらまだ完全にできてないんです。それから廃炉にするための費用というのは莫大な費用がかかります。それからもう一つ、原発の使用済み核燃料から出てくる高レベル放射性廃棄物というのは10万年管理しなきゃいけない。このコストを考えた場合、原発は極めて高い、エネルギー産業だと考えています。
で現に今原発は全部止まってますので、再稼働さえしなければ今現状電気は供給できているわけです。したがって私はもう日本の地震大国津波大国の日本では原発はふさわしいエネルギー産業ではない、だから再稼働は止めるべきだというふうに考えてます。そして新しいエネルギーに切り替えていく、その場合に重要なのは発送電の分離だと思います。東電は債務超過会社になってますから、弁護士の考え方からすればもう解体すべきです。それで送電線を公有化して自然再生エネルギーで使えるような枠組みをすべきだと思います。それから脱原発を進めるためには原発の被害者の救済と向き合ってやらなきゃいけないです。東京にも6000人以上の人が避難されてます。この人たちの生活再建支援をやらなきゃいけない。それからもう一つは脱被爆を重視する必要があります。放射線量が高いところがあります。東京でも、放射線の被爆から子どもたちの命と健康を守るために都が率先して調査をして食べ物の安全や給食の安全を、確認していく、こういう基準を作って被爆から子どもの健康を守るということが重要かと思います。脱原発は脱被爆被害者の救済と同時に進める必要があると思います。はい、ありがとうございます。三本さんお願いします。私は原発は安全管理を徹底しながら使っていくべきだと思っております。で原発が使えないということで現在日本は4兆円の火力発電用の油代を外国に払っているわけです。このために電気料金が 15% も値上がりして、今中小企業の経営が大変苦しいんですね。 GDP が日本はアベノミクスで回復し始めましたけれども、中小企業は日本の 99.3% を占めてます。これらで働く多くの人の賃金は今上がっていないんですね。で大変経営が苦しいんです。原発をこのまま止めたまま3年も5年も10年もですね、日本の経営が成り立つかというと中小企業多分倒産するところが多いんではないかと私は思います。そういうことでこの原発を使えばですね、このエネルギーが十分供給できて今後 GDP をずっと継続的に伸ばしていくことは私は可能だと思います。で安全管理を徹底して、原発を使っていかなければいけないというふうに私は思ってます。で原発が危ないっていうのはですね、非常に非科学的な議論が日本は多すぎるんです。例えば高濃度汚染水というのは漏れるそうですけどもですね、このしょっちゅう漏れます。今福島原発ですね、これ1リットルあたり190ベクレルとか基準値の19倍だとかいうことでこの間ニュースがありましたけども、日本の基準は1リットルあたり10ベクレルという極めて厳しいんですね。アメリカは1200、ヨーロッパは1000、世界中大体1000ぐらいなんで100倍厳しいんです。それから核のゴミで日本がこのいっぱいになるというのもこれも私は嘘だと思ってます。原子力の技術者に確認をしました。新潟の柏崎刈羽発電所であそこが一番今核燃料のゴミが多いそうです。23年間で7基の原発を使って7基の原発平均23年使って10メートル×10メートル×10メートルが核のゴミの総量です。だから日本中が核のゴミでいっぱいになることは何億年もかかります。はい、ということで、4方にお話を伺いました。じゃあこの安全このエネルギー問題について少し皆さんでもう少し議論を深めたいんですが、どなたかから、じゃあ細川さんからいきましょう。原発が非常に高くコストのつくエネルギーだと、リスクの多い、エネルギーだということは、これはもう今や世界の常識になってきてるわけですね。これを続けるということは、これは日本の将来にとって、全く望ましくない、本当に、とんでもないことだと思っています。ですから、今まで、中心になって原発を作ってきた、ヨーロッパなどの大手の会社も皆原発をやめて自然エネルギーに切り替えて、経済成長を進めている、そういう方向に早く日本も切り替えるべきだと。即ゼロということを、宣言すれば、今日本の産業は皆そちらに成長で産業である自然エネルギーに切り替えていくだろうと、それが非常に重要なポイントだと思っています。はい、じゃあすみません、いきましょう。はい、原発をやめた場合に全て自然再生エネルギーに一気に代替できるかというと、それは少しずつ自然エネルギーを増やしていかないと一気に代替できないと思っております。だから過渡的には火力発電所を利用せざるを得ないです。
ところがここの燃料の、価格っていうのは今玉上さんが言われたように高くなって電気代に跳ね返ると言いますけど、実はこれまで日本の電力会社っていうのは原発に頼りすぎて燃料の安定供給、安定輸入、あるいは安価な輸入の努力をしてこなかったんです。日本は天然ガス等は世界各国と比較して最も高い値段で輸入しております。もっとそういう交渉努力をすれば石油天然ガス等の輸入は減らすことができます。安価で輸入することはできると思います。そういう電力の高騰を招かない、輸入の仕方があり得ると考えております。はい、友川さん何かありますか。原発がですね、原発を使わないことが世界の常識だと細川さんがおっしゃいましたけども、私はそんなことはないと思います。よその国はどんどん原発を作ってるし、中国も韓国も原発作ってるわけですよね。日本は今世界一の原発技術を持ってるんです。よその国が原発を安全に運転できるときに日本が原発を安全に運転できないわけはないと私は思ってます。でこの原発をですねなくすといった途端にこの大学の原子力工学とか入るこの優秀な学生はどんどん減るわけですよね。でやがて日本の原発技術はよその国に追い抜かれることになります。だから世界一のものを持ってるんであって、そして私はこの安全を管理できると思ってますから、原発日本は50年使っててですね、運転中の原発の放射能事故で亡くなった方一人もいないんですよね。亡くなったのは茨城県の東海村でエネルギー放射性物質の取り扱いを間違えて亡くなった2人だけなんですよね。だからそういうことを考えれば私は安全管理は可能だと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ宇都宮さんの方からいきましょう。質問があるんです。はい、じゃあ先にまず、はい、エネルギーっていうのは安定供給を考えないといけないです。ですから太陽光にしても風力にしてもその点で欠ける。そしてまた経済を考えないといけない。先ほど来燃料費の高騰ということがあるんで、経済がやっていかなくなればですね、これは大きな問題です。そしてまた CO2、 オリンピック来るときに東京が PM2.5 みたいなことでなったらどうするのかと、こういうことも考えないといけないと思います。あらゆる分野についてそうなんですけども、一つの政策から次の政策に変わるときには責任ある為政者リーダーというのはきちんと代替案を示した上でないといけません。総理大臣が決定すればあとは知恵がある人が何か考えてくれるだろうというようなご発言というのは、私は責任あるリーダーの発言ではないと思っております。はい、じゃあ宇都宮さん、玉上さんにちょっと質問したいんですけど、先ほど原発は安全だと言われましたよね。じゃあなんで福島でああいう原発の事故が起こったんですか。全然安全じゃないじゃないですか。福島原発はですね、運転中の原発が地震でボンと原子炉が爆発したわけではないんです。あれは建屋が水蒸気で爆発したんです。建屋はものすごくコンクリートで覆われてるんですけども、ミサイルとか爆弾が降ってきてもあれ一発や二発ではとても壊れないコンクリートですけども、これが水蒸気の圧力で壊れた。それは原発が自動停止したんです。地震でもですね、自動停止したけれども炉心を継続的に冷やさなきゃいけない、水を送らなきゃいけない。この水を送る電源が30系統ぐらいになってたそうですが、全部低いところにあって津波で全部やられた。だから原発のこの水を送る電源を高いところに置けばですね、爆発事故はなかったんですよね。でその後じゃあ周辺が放射能的に危ないかというと、今動物はみんな元気に走り回ってますよ。原発の上を飛んでるカラスも一匹も落ちてこないですよ。だからこの危ないっていうのがですね、過度に煽られてるんです。日本が原発を使わなければ景気回復は無理です。それは外国は当然望むところですよね、と私は思います。はい、上手です。まず福島原発については津波が原因なのか地震が原因なのかまだ完全に究明されてないんですね。だからそういう津波とか地震は日本であればいつでも起こる可能性があるわけです。これはもう日本地震大国津波大国ですから、そうすると他でも起こる可能性が十分考えられます。それから動物が走り回ってると言いますけど、大体放射線を浴びた
人の発病というのは何年か遅れる場合が多いんです。原発で、働いている現場の労働者は常に被爆しながら働いてますけど、毎年5ミリシーベルトの被爆した人が8年後に白血病を発生した可能性があるんです。だから継続的に何年か調べていかないと、それがどういう影響をしているかわからない。それから先ほど死んだ人はいないと言ってますけど、もうすでに農家とか牧畜農家が自殺してるし、震災関連死がかなり出てるんですね。先に玉川さんに答えていただいてから細川さんいきます。いや関連死、今のこの放射性のですね、はい、なんだ、なんだっけ、長期的な累積 で、ね、これは放射線医学についてですね、私は放射線医学の先生と原子力技術者に半年ぐらい通って勉強しました。人体の DNA はですね、大体もう2年もかからないで全部更新するんですね。だ現在の放射線医学では今出てない放射線障害の症状がですね、5年後10年後に出るってことはありえないことなんだそうです。これは放射線医学の専門家が何人も言ってます。だから溜まって危ないっていうのは、これは1927年にアメリカのテキサス大学のハーマン・ジェ・マラー博士という人がですね、 DNA の更新機能がない症状場合のオスで実験をした結果で、今はこれも間違いだと世界の放射線医学が言ってるんです。累積で危ないってことはないんです。だから2年以内に出ないものはもう出ないんです。だから4年5年経って出たっていうのはですね、その時浴びた放射線とは全く関係ない。それは放射線医学の専門家の先生に聞けば分かります。ちょっと細川さん、はい、まださっきもお話のように事故の究明もできていない、原因の究明もできていない、垂れ流しも続いている、核のゴミもどうしたらいいのか、この間から政府が今度は決めて、今まで十数年間やってきてなかなか手を挙げてくれるところがないから、今度は政府が決めて自治体に押し付けるという話だけど、そんなものを受け付ける自治体なんか私はないと思いますね。どうするんですか、これは核のゴミの問題は。だからこの今放射性物質がですね、そのものすごく危ないということがもう煽られてるわけですよね。じゃあどのぐらい危ないのかと、これ今世界で実験がどんどん進められてますよ。だから例えば世田谷区に一昨年の11月にですね、家があった、そこからラジウムの放射線が出てた。あれは毎時160マイクロシーベルト、1日24時間にすれば15ミリシーベルト出てたんですよね。その上に家があった、家族が何十年も住んでた、92歳のおばあちゃんはピンピン元気ですよ。だから今何マイクロシーベルトで危ないとか言ってるのは全く危なくないというのは私が言ってるんじゃなくて、放射線医学の専門家のお医者さんに聞けばもう分かります。これいいですか。今の点についてですね、玉上さんは被爆してからもう数年後に発病しないで大丈夫だと言いましたけど、これまで被爆労働者がずっと長期間被爆しながら働いている中で、白血病発生したりがん発生、労災が認定されてるんですよ。これは日本の行政機関、ある意味では、政府機関が労災だと認定したっていうのは被爆が原因になって白血病を発症したと、8年後にね、こういう認定がなされてるんです。これを否定するわけですか。それはですね、行政が昔の放射線医学に基づいたままだからですよ。いきますか、もう少し。いやいや、だから非常に、そう、新しい放射線医学に基づいた、今基準に直さなきゃいけないですよ。それは極めて独自の見解なん、ね、いや私の独自の放射線医学専門多分ね、宇都宮さん放射線医学の専門家の先生に聞いてないと思います。私はこれ半年も勉強したんだから。はい、ということで松田さん何かありますか。いいですか、はい。ではこの問題は考え方がかなり割れたということは見てらっしゃる方もよく分かったと思います。この問題は争点かどうかということよりは、今でもこうやっていろいろ議論があったということは皆さんの中で留め置いていただければというふうに思います。では次